レイロ北ガイドです。このチームに入ったきっかけはコーチの笠野君に誘われて入りました。結構みんなチームメイトが仲いい感じで楽しくなと思いましたね。あとやっぱ健吾君が盛り上げてくれるんで、目標、まあ誘われた時に思ったのはとりあえず参入戦突破して3位だろうと。自分の中の目標はなるべく失点しないでチームを勝たせる。で、楽しみ。試合だったら味方への指示、なるべくシュートを打たせないように指示を分かりやすく伝えられればいいかなと思います。まだ入ってまだ一緒に練習してない人が怪我とかでいるんで、その人たちのプレーはちょっと気になるなっていうのありますね。やっぱ和気あいあいとみんなで仲良く仲のいいチームになればいいかなって思いますね。昇格の昇だから勝ち上がっていきたいっていう感じですね。